ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。寒いですね。めちゃめちゃ寒い。やっほー。今日はね、朝からね、雪がね、ちょっとね、降ってたんですよ。そう。みんなのところはどうなんだろう。雪がちょっと降ってたんですけど、多分今は、ね、降ってない気がする。ちょっとだけ降りましたね。ちょっとだけ。風がめっちゃ強く、そう、風強い、今日風強いです。風強い。手袋ありがとうございます。寒いね、ほんとに。なんでこんな風強いんだろう。新潟市今も雪まじ、あ、ほんと、ほんと寒いよね。じゃあセーフだ。あ、本当にどんな感じなんだろう今。外出てみないとわかんないけど、朝ちょっと降ってたので見えた。雪は降ってないけどめっちゃ寒い。まあそうだよね、もうどこも寒いよねきっとね。寒い。あ、雪のギフトありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。朝から暖房つけっぱなし、ひなもひなもです。もうずっと寒い、もう本当に暖房なしじゃ無理。積もるにはまだ早い。そうだね、積もりはね多分まだ全然かな。
今日は風は冷たいけど日差しが暖かくて外歩くとテンション、へえ、いいねそれ、日差しあるのいいね。ひなも雪の日に日差しが出てるの大好き。あ、雪の日っていうか雪が積もってる、雪が積もってる日に日差しが出てる時の雪遊び大好き。お昼ご飯何食べるの？決まってない、決まってないです。みんな何食べますか？みーちゃんの配信ちゃんと見えるの久しぶりだから嬉しい、嬉しい、ありがとう、見に来てくれて。こんにちは。寒い、こんにちは。カレーはいいな。カレーいいな。なんか最近全然カレー食べてなくて、なんかカレー食べる機会がなくて、最近全然カレー食べてない。もうどんぐらい食べてないかわからないぐらいカレー食べてない。うん、さっきちっちゃいもん炊米を炊いたからそれ食べる。おお、お昼からちっちゃいもん米、嬉しい。風強くて雪はすごくないけどちらりの雪が早い。あー早いね、確かに風すごいもんね。早そう。おはようございます。ドラマで2月の勝者見てるけどもう受験シーズンな。そうだね、もう12月って日の受験生の時焦ってたな。オーディションが発表されたのって12月でしたよね確か。ミキのオーディション、あれ12月じゃないっけ、1月とかだったっけ、2月だったっけ。だっけオーディションが発表された、でも冬だったのは覚えてる。受験シーズンだったのめっちゃ覚えてる。がっつり受験勉強してた。あれ2月とかだっけ、1月かな、1月だっけな。でもこのくらいの時期、寒い時期の受験勉強してた時だった。うん、受験シーズンか、思い出すだけで泣けてくる。マジ辛かったもん、一生経験したくない、受験生。一生受験生を経験したくないです。本当に無理、こんなに人生がおかしくなるかと思うぐらいのことないですよ。だから人間ってすごいなって思った。なんでみんななんかそんなさ幸せそうに暮らしてるんだろうと思って、なんか中学3年生の時、みんな絶対中学3年生の受験を経験してるわけじゃないですか。なんでそんな幸せそうなんだろうと思って、ひなはもう一生幸せになれないと思った。もう受験生が辛すぎて。みんなこんなに地獄のような辛い日々を味わってから大人にならなきゃいけないんだと思って。
年明けか、2期の年明けか、年明けか、年明けか、あ、年明けか、そうだね。こんにちは。受験勉強と運転勉強を突破したんだから自信持って。そうだね、突破したね勉強してなかったわけじゃなくて、料理も勉強してた話好きです嬉しい。いやマジでこれだけは自信持って言える。誰よりも勉強したこれだけは自信持って言えるんです。誰よりも勉強した自信がある頑張ってた、当時の自分頑張ってました。なんかもう寝ないように友達に電話だけつないでてもらってみたいな。別に話はしないんだよ、話はしないんだけど、友達に電話だけつなげててもらって、静かになったら起こしてもらうっていう、お互いね、お互いやってましたね。毎日こんにちは。もうテスト的なものないから安心。そうだね、なんかもうないかもね。免許取ったらもうなかなかないよね、そういうテストとかを経験する機会なんて。なんか免許取ってる時すごい学生に戻った気がしたもん。なんかやっぱ授業とかあるし、ちゃんと授業もテストもあるわけだから、やっぱなんか久しぶりに学生気分になれたけど慣れたけど、なんかもうそんな経験することないからね、きっと。まあね、資格とかはね、もちろん試験あるけど。やばいね。もうそういうものとか、そういうテスト系とか、まあわかんないよ、いつかまた資格取りたいってなってやるかもしれないけど、とりあえず今はないじゃん。なんか取りたい資格ある？食べ物系かな、食べ物系の資格かな。資格取るなら食べ物系。こんにちは。
美容系、あ、美容系もいいな。美容系いい、美容系もいいですね。美容系、こんにちは。くらの学力テストだけやし、わかる。なんか学力テストまたやりたいって誰か言ってた。結果は変わらんの。いや、奇跡が起きて私が1位になるかもしれないよ。奇跡が起きてひなが1位になるかもしれない。もしかしたら。こんにちは。それはないって。ちょっと、いやいやいや、ありえるか、ありえるから。本当に だっていいな、頑張ったもん。意外と遅く結果が出てくるかもしれないし、あの時は結果にならなくて、今そのテストやってみたら、あー、やったやった、3年前って思って答えられるかもしれないじゃん。いや、絶対忘れてんな。なんかさ、勉強の内容をさ、覚えてられる人すごいよね。いるよね。なんかさ、勉強やった内容をさ覚えてる人いうのもさ、卒業したっていうか、もうテスト終わった瞬間にさ全部忘れる人だからさ、そう、テスト終わったらもうここは必要ないと思って、私の頭の中の容量から全部捨てるから、だからもう全部覚えてない。もうひなの頭の中の容量がちっちゃいんですよ。だから捨てないと次が入ってこないの。だからテストが終わった瞬間にその勉強した分の内容全部捨ててたから、もう今何も残ってない。そう、全部捨ててた。でも卒業する瞬間にはもう必要ないと思って、もう今も全て捨てました。全て捨てました。もう私は今もうこの活動に一生懸命させていただいています。ペットトリマーの資格、わあ、いいな。ペット系の資格いいな。ペット系の資格欲しい。ペット系の資格欲しいですね。うん、ペット系の資格いいな。だから今はもうアイドル活動に一生懸命なんです、私の脳内は。
8割はラーメン。ちょっと、いやいや、 100% アイドル活動に一生懸命。こんにちは。英語の資格とかどこでも役立つ。無理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 。英語は無理。英語は無理。無理無理無理。無理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 。できないできない。できないできない。韓国語、あ、韓国語なら勉強したいって思う。韓国語なら勉強したいって思うから、やっぱさ、好きなことならできるよね。韓国語はすごいね、勉強したいですね。韓国語。こんにちは。お昼配信嬉しい嬉しい、ありがとうございます。握手会とかでか海外の人来たら、そう、なんかでもそれは事前に結構調べてやるようにしてます。まあ、と言っても全部が全部その言葉で話せるわけじゃないので、まあ挨拶と感謝程度ぐらいしかどうしてもできないけれど、でもそう、事前に分かってたらネットで調べて紙に書いてメモして話してます。うんうん、そう、でもまあ全部その言葉で喋れたらねいいんですけどね。だからすごい、なんか韓国の方が結構来てくださるんですけど、韓国語自分が喋れたらいいのになってめっちゃ思います。なんか韓国ドラマひなめっちゃ見るから、韓国ドラマもう毎日のように見てるんですけど、なんかでもやっぱ見てるとさ覚えていくんですよ。多分英語とかだったらあまりあのすごい興味あるわけじゃないから覚えてはいかないと思うんだけど、韓国語めっちゃ好きってか韓国好きだから、すごいなんか意外とやっぱドラマとか見てるとなんか字幕見なくても分かっちゃう時もあるけれど、あの単語とかだとね、単語とかだとの話ですよ。だからなんかこれからも見て勉強、勉強ではないけどね。韓国ドラマめっちゃ見るから、韓国ドラマね、ちっちゃい頃から大好きなんですよ。おばあちゃんも見てるから、おばあちゃん韓国ドラマめっちゃ好きだから。もうおばあちゃんきっかけでひな韓国ドラマにハマったから。おばあちゃんね、めっちゃ韓国ドラマ見るの。そう、もうおばあちゃん家行くともう韓国語しか聞こえないもん。おばあちゃん家行くと韓国語しか流れてない。そう、うんうん、どれもありがとうございます。今シーズンでおすすめのドラマある？それは
あの普通に今の日本のドラマってことでいいのかな。ひなが今見てるのは、まあ、みんな知ってる通り真犯人フラグです。もう昨日見た？昨日の真犯人フラグ見ました？みんな、アツトが出てきたよ最後。アツトがで、なんか予告編見たらもうなんかもう本当に主人公見てると泣けてくる。なんか本当になんかもうあのマジで泣けてくる。もう主人公がなんて言うんだろう、もう本当にさ、やっぱ家族がさ失踪してさ辛い中なわけじゃないですか。で昨日はなんかまあ妻の不倫疑惑みたいなものも出てさ、もう本当になんか一途に妻を思って、それで主人公がもう苦しそうになんか涙を流してるシーン見るともう泣けてきて、もう真犯人フラグ見るとなんか涙出る、主人公を見てると。それでも頑張ってお仕事に行って家族のためにその一軒家を建てたいって言い続けて、もう本当にマジで泣く。なんか何が一番なんか最近もう辛いかって、もう主人公を目にするだけで泣いちゃうんだけど、最近もう本当に泣けてくる。それで最後アツトが段ボールの中に入っててさ、アツトをもう抱きかかえるシーンも泣いた。もう主人公見るとマジで泣けてくる。そのなんか目の奥がちょっと涙っぽく赤くなってるところとか、なんか昔の親友みたいな人とさ言い合いしたシーンあったじゃないですか昨日。昔のなんか親友かわかんないけど、なんか親友みたいな人が家に来て、それでなんか言い合いしたシーンがあったんですけど、あの主人公がキレて怒ってっていうか、もうそのシーンマジでもう泣きました。もう悲しかった。そうだよねって思って、本当に本当ありがとうございます。もう本当に泣けてくる。なんかしかもなんか、いや、ま、がっつり似てるわけじゃないんだけど、何かがパパに似てて、もうそれもまたなんか泣けてくる。もう何かがパパに似てるのよ、わかんない、なんだろう、わかんないけれど、その泣くようななんかシーンとかもなんか不意にパパに似てて、パパが泣いてるのかと。もういや、そこまで似てるわけじゃないんだよ、がっつり似てるわけじゃないんだけど、何かが似てるんですよ。そう、なんか本当にもう主人公のなんだろう、優しさというかさ、もう人を疑えないところとかさ、素敵すぎてもう本当涙出てくる。本当に泣けてくる。なんか予告編のさ、アツトがさなんか心肺停止したシーンみたいなあったじゃないですか。もうその時の主人公、もうなんかあのガラス越しに泣いてると、もうなんか熱そうってなってるところ、もう無理、もう来週の真犯人フラグ見られないかも、もう大泣きしすぎて
もういいな、主人公を見てられない、もうマジで辛い、主人公を見てるのが辛い本当に。なんか、うん、なんだろうな、なんだろう。そのさ、表情の作り方もなんかまた泣けてくるんだよね、その主人公の。西島秀俊さんのなんかあの目の表情っていうか、なんかリアル、それがめっちゃ泣けてくる。なんか目見ると泣けてくる、目見ると泣けてくる。来週どうなの、アツと目を覚ましてほしい。もうアツとの、アツとがね、目覚ませば解決だよ。解決だよ、もうアツとが目を覚ましてくれれば。うん、こんにちは。うん、最近見てなかったけど、お姉ちゃん見つかった？見つかってないです、見つかってない。いや、誰が犯人だと思う？でも今怪しいと思わせてる人は絶対犯人じゃないと思う。あのアパートのあの人とか。名前全然ひな、ドラマの名前全然覚えられないんだけどさ。アツトしか覚えてないわ。アツトと、アツト、うん、アツトしか覚えてないんだけど。誰だっけ、あの一緒にアパート住んでる人は絶対犯人じゃないと思う。あ、そうそう、足つぼ靴下履いてる人は犯人じゃないと思います、絶対に。菱田さん、うわすごい、よく覚えてるね、もう全然ドラマの名前覚えられない。菱田さん、そう、菱田さんだ。でもまあまあね、あの押し入れは気になるけれども、真犯人、真犯人というか本当の犯人は違うと思います。うん、違うと思う。ひなはやっぱり怪しくないと思わせてるところが怪しいんですよね。だからあの人、うん、名前わかんない。あの同じ会社でいつも助けてくれる人、同じ会社でいつも助けてくれる人が一番怪しくないじゃないですか。でも意外とそこが来るかもしれないっていう。そっちを、でも今怪しいと思わせてる人は絶対に犯人じゃないと思う。私はね、とか言ってそれが犯人かもしれないけど、わかんないよ、そんな目かゆ、目かゆ。二宮さん、あー、そんな名前だっけ。そう、二宮さん。二宮さん
うん。かな。あとは昨日ね、あの二宮さんにいつも電話かけてくる、なんだっけ、バタコさん謎にバタコさんだけ覚えてるの、ウケる。バタコさん、小畑なんちゃらみたいな人、バタコさんが出てきましたね昨日。怖ーいやだやだ、もうどんどん登場人物増えてきて分かんなくなるバタコさんが出てきましたね。そうそうそう、土を送った人土を送った人です。穴場の映画も見に行きたい。そうなんだよね、ひな、この間のさ、この間のあのなんだっけ、この間の金曜ロードショーであなたの番ですのなんか映画を見る前に見てほしいみたいな物語見たらめっちゃ気になった。映画、穴場の映画見に行きたいな。今やってるわね、誰が犯人なんだろう。こんにちは。真犯人もね、どうなるんだろう。みんなは誰を予想するんですか、犯人。犯人なんかいろんなとこでいろんなことがありすぎてさ、全然わかんないよね真犯人フロッ、なんかひな、二宮さんがあの主人公の娘の彼氏さんとちょっと仲良くなってるの気になるんですよねちょっと気になるんだよね、それが。なんか今もう最近呼び捨てで呼び合ってるし、なんか二人だけでいるシーンとか多いじゃないですか。それであの最終的になんか組みませんかみたいな、まあ組みませんかっていうのはそれはまあ主人公のためにっていう意味であのドラマの中では言ってたけど、なんか2人がなんか呼び捨てで呼び合い始めたぐらいからなんか気になってる、それがそう気になってますね。こんにちは。そこが結構気になってる。やっぱり近くにいて手助けしてくれる人怪しいね。なんか怪しいよね、わかんないよ。それでめっちゃもし本当に助けてくれてるだけだったら申し訳ないけど、こんにちは。
そう思わせる、いや本当そうだよね、もう全ての人をこう怪しいと思わせるために穴場の時からそうだったからね穴場の時からもうさ全ての人怪しいと思わせる作り方だったから、まあそれも思うツボにさせられてるのかもしれないしねそう、もう本当に全ての人怪しいと思わせるよね、アナバンから続いて本当にすごい。逆にないと思う人いる？そうだからあの足つぼの人ですよ、足つぼ、足つぼは絶対にないと思う、まあ、何かしらに関わってたとしても犯人ではないと思う、犯人ではないと思います。バラありがとうございます。林さんはね、林さんあれさ最後のシーン気になるよね、赤い車に乗って逃げた、それで林さんはさ主人公の妻の財布を持ってたわけじゃないですか。でも林さんはなんかこう従わされてたんじゃないかなみたいなそう、あの命令されてた的な、知らんが、知らんけど全然知らんけど、こんにちは。まだありがとうございます。林くんの婚約者も怪しく見えて、そうだね、ちょっと昨日は気になるシーンがたくさんありましたね。うん、怖いね。うんうん、どうなるんだろう、気になる。え、何話まであるドラマなんだ、もう9話だもんね昨日ね、どんぐらい続くんだろう、あと楽しみこんにちは。第2シーズンあるからまだ半分ぐらい、ほう楽しみ、めっちゃ。どうなんだろうね、今で半分、あどうなるんだろう、もうどこも怪しいただ本当に押し入れが気になるね、やっぱり。しかも昨日さなんか子供と家に帰ってきた瞬間にさ、お母さんがさ待ちなさいみたいなこと叫んでさ、それで子供をさ主人公の家に預けたじゃないですか。あれどういうこと、全然理解不能なんだけど誰かがいたってことだかな、待ちなさいって何、何を待つの、どういうこと待ちなさいの意味が分かんない、マジ怖いんだけどあのシーン。ね、怖かった、押し入れが関連してるかね、誰かが来てたのか押し入れから逃げ出したのか、怖っ。あのシーンもう一回見たいの、なんか映ってないかな待ちなさいみたいな、
になりますね。まだ見てないからちょっと、あ、じゃあぜひ後でめっちゃ気になるから、もうひなもうめっちゃ巻き戻ししてみてるもん。ひな最近なんかドラマを見てるときになんか、あ、今の表情の作り方いいなって思ったらめっちゃ巻き戻してして見る癖がついちゃって、なんか自分がいつかまた演技のお仕事できるってなったときになんか頑張りたいなって思って、最近はあ今のいいなって思ったら巻き戻しする癖がつきました。だから最近ドラマ見てると巻き戻しばっかりしちゃってなんか声の感じとか顔の上げ方とかこう目の動きパチ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 量とか今のめっちゃ自然だなって思うとめっちゃ巻き戻しする癖ついためっちゃだからなんか最近ドラマ見るのにめっちゃ時間かかるようになっちゃった。巻き戻ししちゃってこんにちは。今ヤヒコの鳥の下にいます。そうなの？すごい。お寒いのでお気をつけて。タチヨンガの PV のヤヒの息を飲む表情すごく良かった。本当に？恥ずかしい。もうなんかね、顔めっちゃ疲れてるよね。なんかもうさ、なんか顔大丈夫かな？ヒノもう心配、ドラマが放送されるの。なんか顔がもうなんかクマもう隠しきれないほどのクマで、コンシーラーしても隠れないぐらいクマがひどくて、あの撮影期間中もうクマが、そうコンサート直後でもうクマがなかなか撮れなくて、ちょっとクマ映っちゃってるかもしれないんですけど、まあでもまあでも、まあ、まあまあまあちょっとね、クマだけがねどうしても隠しきれなかったやばいよねクマ、あんなにクマすごいことあるってぐらい、今本当に元からクマがすごい出やすいタイプなんですけど、クマがすごい出やすいタイプなんだけど、もうなんかコンシーラーしても隠れなくて、もう悩んでます最近クマが隠れないことに悩んでますちょいレトロ感あるあの衣装も可愛かった。あ、本当に？そう、私はねちょっともう男の子気味な衣装なんですけど、そう、いや本当にもうクマがマジやばいんですよ本当に。なんでこんなにクマやばいんだ。やばかった？やばかったですか？やっぱりやっぱやばかったかな。ヤヒのクマに注目、いや本当しないでほしい。クマ言わなければよかった。これ言わない方が絶対よかったよ。もうね、
うん、まあとりあえずすごいもうクマがメイクでも隠れないぐらい濃かったっていう日々でした。そう、しかもね、なんかねこっちのクマが濃いんだよね。なんかこっちはまだいいんだけど、こっちのクマが本当にすごくて、こっちのクマが本当にもう取れない。うん、ね、クマ出ないタイプだったらどんなに夜更かししてもクマ出ないタイプの人もいるじゃないですか。でもひながっつりクマ出ちゃうからさ、ほらもう今もここクマあるもん。こっちの目のクマがねひどいんです。まあそんな感じで。うん、そう、ぜひ、あともうちょいですね。いや、あと1週間じゃん。あと1週間です、トチオンが放送まで。ということでランキング読みたいと思います。13位ジンさん、ありがとうございます。12位日焼けさん、ありがとうございます。11位シュウさん、ありがとうございます。10位ウッチーさん、ありがとうございます。9位犬さん、ありがとうございます。8位ワークンさん、ありがとうございます。7位ゴリポンさん、ありがとうございます。6位マシオさん、ありがとうございます。5位タケルンさん、ありがとうございます。4位トトちゃんさん、ありがとうございます。3位ユートさん、ありがとうございます。2位ヤッキーさん、ありがとうございます。第1位ケンワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ということで、お昼の配信ありがとうございました。午後も皆さん頑張ってください。ありがとう。また夜に会いましょう。ありがとうございました。ありがとうね。お昼から。ここも頑張ってください。いってらっしゃい。またね。いってらっしゃい。ありがとうございました。